ターニャ・ミハーアイロバ、本名、タチヤーナ・ミハーアイロバは、エストニアの歌手である。民族的には、ロシア人であり、1983年1月19日に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のカリーニングラードで生まれ、幼いうちに、エストニアのコフトライコール・ヤルベに住した。歌手として、多数のバンドでの活動を経験し、2014年には、 ユーロビジョンソングコンテスト2014のエストニア代表に選出された。幼い頃より歌唱への関心が高く、エストニアやロシア、ウクライナなどで多くの音楽祭に出場した。1998年にはラトビアユールマラの音楽祭、ユトレネヤズベズダで優勝。2002年にはバルト諸国の歌唱コンテスト、フィズ・スーパースター2002に出場する。 ミュージカル女優として、フェーム、クモ・オンナ・キス、キャバレーの主演を務めた。エストニアのプロデューサー、スヴェンロン・ホムスの下、歌手のリュル・ミステと、ナイト・ライト・デュオを結成し、ジャル・アド・ライブル、ミックス・マ・エース・ーダ、スー・マル・マ・ムータの2枚のアルバムを発表した。後者は、オース・タ・ユス・チャルヌック2 0 0 2において、年間最優秀アルバムに選出された。ナイト・ライト・デュオは2度にわたって、 ユーロビジョンソングコンテストのエストニア代表選考に出場した。1回目は2002年でアナザーカントリーソングを歌って2位となった。翌2003年にはアイキャン、ピーザイチで代表選考に再挑戦するが4位に終わった。両曲はいずれもスウェンロン・ホムスの作曲であった。そのゴールミステの妊娠に伴いバンドは2004年に解散した。2005年、 プロデューサーのティモベントとバンド JZ ベルを結成する。バンドは一両年の間に JZ ベル、ティメントの2枚のアルバムを発売した。JZ ベルプロジェクト終了後、ティモベント及びカナダ人ギタリストのアレクサンドル・ピエール・フェデリッチとバンドサンデー・ムードを結成、2009年に英語のアルバムサムシング・モアを発売し、バルト諸国で成功を収める。 2006年にミュージカル、フェームの主演を務め、バネムイネ劇場での、クイーン、ザ・ドアーズ・オブ・タイムでは、トニー・ヴィンセントや、ロルフ・ロー・サルとも共演した。雑誌プレイボーイエストニア版の2007年12月号の表紙を飾り、写真が掲載される歌唱コンテスト番組に多数、挑戦しており、2011年の、ジャスト・ザ・トゥー・オブ、アスのエストニア版、ラウルド・トット・デイガでは2位。 ロールピオリンでも2位となった。2012年11月には、初のソロアルバム、ジェミニが発売される。収録曲はほぼすべて、英語曲であり、ボーイフレンドのミックスアールとのデュエット曲のみが、エストニア語である。ユーロビジョンソングコンテスト2014の、エストニア代表選考であるエースティラウル2014に挑戦して、アメージングを歌い、3月1日の決勝は、 決戦投票で視聴者病の53%を獲得して優勝2014年5月にデンマークのコペンハーゲンで開催されるユーロビジョン2014のエストニア代表に選出された。ありがとうございます。